トョーン・ドネル・ダンストンは、アメリカ合衆国、ニューヨーク州ニューヨークシブルックリンク出身の元プロ野球選手、ウトウミギウ現在は、サンフランシスコジャイアンツのスペシャルアシスタントを務める。1982年の MLB ドラフトでシカゴ・カブスから一巡目指名を受け、プロ入り。1985年、スプリングトレーニングから大ベテランのラリー・ボーアと、遊撃のレギュラーの座を争い。 4月9日のピッツバーグパイレーツとのシーズン開幕戦でメジャーデビューを果たした。デビューから23試合で9失策に打率。194と不調のため5月にマイナー降格するが8月に再昇格。以後10年余りカブスの遊撃のレギュラーに君臨する。1988年と1990年にはオールスターに選出されている。 1996年1月9日に FA でサンフランシスコジャイアンツへ移籍。1996年12月2日にフルス・カブスへ移籍。翌1997年により外野手としての出場が増え始める。1997年8月31日に遊劇手のケビン・エルスターとケビン・ポルコビッチを故障で書いていたパイレーツへ移籍。 1998年2月16日に、クリーブランド・インディアンスへ移籍。1998年7月23日に、ホセ・メサ、アルビン・モーマンと共にスティーブ・リード、ジェイコブ・クルーズとのトレードで、ジャイアンツへ移籍。1999年2月16日に、セントルイス・カージナルスへ移籍。1999年7月31日に、 クレーグ・パケットとのトレードでニューヨーク・メッツへ移籍。2000年2月3日にカージナルスへ移籍。2000年12月8日にジャイアンツへ移籍。現役最終年の2002年には自身初のワールドシリーズを経験し、シリーズ最終戦となった第6戦にケビン・エピアーから本塁打を放っている。引退後はカリフォルニア州フリーモントに在住。2015年現在は ジャイアンツのスペシャルアシスタントを務めている。また、息子のショーン・ダンストン・ジュニアも2011年6月の MLB ドラフトでカブスから11巡目指名を受けてプロ入りしている。最大の魅力はロベルト・クレメンテと並び称された強権。守備範囲も広かったが、同時代にオジー・スミスが行ったためゴールド・グラブ賞は未受賞。速強打の素質がありながら球が悪く、 嘆きでは才能を生かしきれなかった。ありがとうございます。